バーチャル空間なんです。それでね、ライブバトルがあって、先生がビートマネージャーで、ひなたたち初勝利。対戦相手のアンドロイドが強くて、私たち、なかなか勝てなかったんです。先生だから、うん、先生のおかげで勝てたんだよ。そうだ、いいこと考えた。先生に、ひなたたちのビートマネージャーになってもらおうよ。賛成。オートモードより全然やりやすかったもん。そうですね、ひなたちゃんの直感なら私も賛成です。信頼できるかわからないわ。あやめ先輩、先生は信頼できる人だよ。ひなたが保証するから。ひなたがそう言うなら。でも先生、一つ聞いてもいいですか。ユキナは先生に地下のドアに近づかないでくださいと伝えたみたいですけど、どうして近づいたんですか。もしもそれが男子禁制の場所だとしたら、先生下手したら痴漢ですよ。先輩、ひなたが信頼しているからあまり言いたくありませんが、忠告を受けたのに地下扉へ近づいた先生を一方的に信頼するわけにはいきません。